のどかな田園風景。その中にインパクト抜群のストリートアートが至る所にあり、恋愛成就や縁結びなどに御利益があるとされる結ぶ神社も人気。そして町の中心を流れる中洲川には、春になると3キロにわたり咲き誇る千本桜。岐阜県の南西部に位置する安八町。今日はこの町のえもん、ふんわりとした肌触りのタオル、エアータオルの物語です。実はオンリーワンの特許技術で作られた究極の柔らかさのタオルなんです。手掛けたのは1967年創業の糸を作る会社、浅野捻糸。エアータオルの特徴とは、まずですね、ボリュームですね。ボリュームが非常にあるということと、非常に乾きが早い、あと吸水性が非常に高いということで、タオルのいいとこ取りをした商品です。その特徴の一つはこのふんわりとしたボリューム。同じ重さの一般的なタオルと比べると一目瞭然、なんとおよそ2倍の高さがあります。一番すごいのは吸水性ですね。吸水量ですね。すごい吸います。実際に吸水量はどれくらいすごいのか、バスタオルに 1.2 リットルの水をかけてみると、普通はこうなります。これがエアータオルだとぐんぐん水を吸ってほとんど溢れ出ません。その驚くべき吸水量、秘密はタオルの糸にあります。我々の糸のメーカーなんですけども、その糸に空気の空洞を作るという技術、それがスーパーゼロなんですけども、その空気の空洞を作ることによって柔らかさ、吸水性、速乾性というのが生まれてます。スーパーゼロの技術とは、細い綿の糸と水に溶ける糸、この2種類をより合わせ1本の糸に。その後糸を溶かし特殊な加工をすることで空気を含む隙間を作り出します。こちらが一般の普通の糸ですね。こちらがスーパーゼロを加工した糸になります。すごく膨らんでます。糸の会社の技術が結集されたスーパーゼロ、その特徴を最大限に使ったのがエアータオル。なんと年間200万枚を売り上げる、タオルとしては異例の大ヒット商品なんです。開発したのは浅野捻糸2代目社長の浅野正美さん。学校の先生から家業の糸工場へ、社長に就任した当初から新たな取り組みにかかりました。新しい機械を入れてすごく高い複合捻糸って言うんですけどね、いろんな糸を組み合わせよう、それができる機械だったんです。大当たりしたんです。社長就任から5年で過去最高の売上7億2000万円を記録。さらに機械を増設、工場も大きくなり、勢いは止まらないはずでした。しかし、もう中国から怒涛のように繊維商品が入ってきて、一気にそこから仕事がなくなったということですね。2000年頃から価格が安い中国製の糸に取引先を奪い取られてしまいました。売上はおよそ3分の1まで落ち込み、過去最低に。もう潰れるなという。30人いた社員を2時間で21人解雇しました。2時間で、2時間でここへ1人ずつ呼んで。
族同然の社員たち、苦渋の選択でした。残った数名の社員と不安を振り払うかのように商品開発に没頭。2年後、今までにない糸スーパーゼロが完成。さらに3年を費やし、ようやくタオルが完成しました。それがね、売れないので、全然売れないので辛かったですね。膨大な時間とお金をかけた自信作なのに、お客さんは手にも取ってくれませんでした。ここで奥様の一言が状況を一変させました。うち家族6人いたんですけど、6人分のバスタオルだけで1回洗濯機回さなきゃいけないぐらいですよね。もうこんな大きなバスタオルの面積はいらないから半分にしてほしいと。それはバスタオルの長さで幅が半分。タオル業界では規格外のサイズでした。最後の展示会出そうと、バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル一切出さなくて、そのタオルだけ展示会です。それが大ブレイク。今までになかったサイズのタオルがお客さんの心をつかみました。これがきっかけにタオルの良さは広まり、倒産寸前の会社が今では年商21億円に。タオルは進化を続け、お肌を優しくケアするというまるで化粧品のようなタオル、パーフェクテンも発売。まあでも常識の中で戦っていたら、やっぱり常識の結果ですよ。やっぱり非常識のところにしかお金は落ちてない。まあでもね、家内が言ってくれた。もうみんな言ってます。朝の年始は嫁でもっと。岐阜県安八町のエアカール、ええもんですよ。糸からこだわった今までなかった柔らかいタオル、その優しさに一度包まれてみては。